あと6連勝4勝2敗の平戸海、注目の立ち合い、もろ手突きか、もっと右を差しにいった、寄り切り、大の里7連勝。平戸海左のまわしかかりましたけれど、戻しない、左下になりました、両者上手、互いに少し深めの上手、あと上手が切れた、琴櫻、若元春乗った、寄り切った、若元春の勝ち、大関の琴櫻。手を出していきました。琴勝峰少し呼び込んだ。霧島が手を突き放していきます。左が入りました。左の下手を引きました。右でも絞っていきます。右の前回し、十分霧島。胸張っている状況です。もう一度強く霧島。もう一度琴勝峰、上手を切りません。少しは霧島。今、突きます。こちらですね。左の下手、今、霧島が動きました。セル、残ったの声に変わった。左の下手、巻き替えたところ出ました。寄り倒す、あっと軍配は霧島に上がりましたが。宇良が左を固めていった、もろ差しになりたいという御嶽海の動き、挟みつける宇良、押す力がついた、右ははずだ、左は押っつけ、宇良、引いた、呼び込んだ、押し倒し、御嶽海が勝ちました、最後、下唇を突き出すようにした御嶽海、突き放していった、のど輪が引いた、押し出し、一方的、今日は大関らしい相撲を取りました、一直線、3勝4敗、正代敗れて4勝。左にいなした残った豪ノ山、まわしを引けない翠富士、肩すかし、もう一度引いた、呼び込んだ、突き出し、豪ノ山勝ちました、頭ともろ手、一山本いなした、送り出し、若隆景の勝ち。手を出していきました翔猿、ここから横から崩していこうというのか、熱海富士は相手を正面に置いています、肩透かし呼び込んだ、押し出し、熱海富士が勝ちました。大栄翔もろ手、あてがった、隆の勝引き落とし、大栄翔回り込みました。差し手争い、左差し勝った高安、上手は引けない、ただ相手の陣地に攻め込んでいる、下手を十分に引きました、まだ上手は引けません高安、狼雅は少し苦しい形になりました。右でこう押っつけてるわけですよね、はい、押っつけて押っつけて、そして下手を切った、押し出し、高安の勝ち。